トイです。こんにちは。はい、ということで今日は、はい、もう重大報告よ。重大報告、井上源くん、はい、2曲目出します。ついにおめでとうございます。来ました。いや、はい、本当にね、彼、うん、手伝うと思うね。もう一回ちゃんと言ってもらっていい？彼は天才だと思うんだよ。彼は天才、ヒーズジーニアス。え？ヒーズジーニアス。おわー、お前俺の二の次。お前、熱くねえの。いいだし、ちょっとできるやつっぽくね。え、まず一個いい。はい、あいついくつ？15じゃない？もう15？ 15じゃないかな。出会ったから11？え、13。そう。14じゃないか。14か、熱っか。あいつすげえな。弱さすげえよ、マジやべえな。うん、そう考えるとなんか、うん、まあその今回の曲のことなんですけど、はい、最初にまあタイトル言います。はい、ズーズーボンボン、ダーウィン。ダーウィン作詞作曲、はい、キメラスとバグです。うおー、なるほど。僕、あの、何も関係ない。無関係、省かれました。はい、ただ、はい、めちゃくちゃ忙しかったです。そうだね、かかりたかった、はい、本当にかかりたかった、はい、3曲目、4曲目かからせてください。前回の幸せについて、うん、あれはさ、はい、サチボクっつーの、 そうね、あれはさ、もう源くんのさ、うん、もうミュージックビデオから含めて源くんの今までのこう人生を聞いた上でみんなで頑張って書いたわけじゃん、うん、で今回のこの曲、うん、すごくない？いや、何の曲だと思う？実際ダーウィンって聞いたら、ダーウィンって知ってんのかな、みんな。マジ知らない。もうジェネギャなんじゃない？いや、ジェネギャじゃない。お前、ダーウィン別に俺たちも世代じゃねえから。ふざけんなよ、お前。ダーウィンの世代結構2000年前からじゃん。2000年前じゃねえだろ、お前。ふざけんなよ。紀元前じゃねえかよ。紀元前頃じゃないの？ちげえよ、お前。やっぱり2000年前って言った、うん、まあ、200年前だ。最近じゃん。そうよ、最近よ。明るいバカだった。最近じゃんね。いや、でも最近、最近。え、でもさ、ダーウィン、はい、恋愛の曲なわけ。はいはいはい。まあ、結構深めのね、うん、この15歳に、うん、この恋愛のこのなんか結構深めの曲を歌わせる、うん、キメラすげえなと思ったし、確かに。で、俺その元々のそのバックがカリオを歌ってる、うん、ダーウィンを聴いてたの、うん、その瞬間に、うん、めちゃくちゃかっけえなと思ったんだよ、うん、で、これ元気にあげ渡すんだよねみたいな言ってて、うん、で、俺ボーカルディレクション行ったの、うん、で、え、ディレクション下ろすのみたいな、うん、無理だぜ思ったわけ、うん、そしたら、元気が歌うじゃん、うん、もう言うことないよね、普通に、うん、なんか、俺やっぱ歌って難しいから跳ねだと思うんだけど、うん、あいつ跳ねまくんだよ。分かる。ちょっと俺にはわかんない。金っていうのが。でも分かってる感じですごい熱ちゃった今。なんかね、うん、やっぱリズム感がすごくて、その、ね、俺もそのレコーディングエンジニアも、うん、二人で、いやもう言うことあんまないねっていう話をすごくしてて、うん、あ、もう源くんには、そうそうそう、まあもちろんさ、ちょこちょこ俺も無理やり言うよ、うん、あ、そのディレクションね、うん、ここもちょっと厚く言った方がいいんじゃないとか。なるほどね、なんでそのディレクションって感じで。ふざけんなよな。あ、もっと具体的に言うって感じだけど、うん、でもどっちも天才だからね、うん、まあ、天才同士繋がるところがあるから、まあ分かり合うんだけど、はいはいはい、俺と源くんはね、はい、うん、だからなんかすごくいいテイクがこうダーウィンで撮れたんじゃないかなと思いますので、皆さん楽しみにしていただけたらすごく嬉しいなと思います。はいはい、それがなんと5時間後、うん、配信開始かな、うん、そうですね。いや、なので皆さんぜひ聴いてください。お願いします。ということで、はい、何で話膨らませる？進化前何する？進化前。進化前。俺どこなの？え？エンジン系。お前まだ1800年だよ。ゆうりチャンネル。はい、いいですか？うん、なんと、はい、明日ダーウィンの MV 出ます。はい、ミュージックビデオで、はい、あの監督、はい、ジェイミー・ヤサカ、ディレクター。純宮坂です ね、 ね、俺さ、俺すごく不思議なんだけど、うん、1個だけ、うん、実は MV 撮影行ったんですよ、はいはいはい、多分その画像もちょっとちょこちょこ撮ってると思うけど、はい、その、降りた時にさ、うん、あの、純の友達がこう撮ってるわけ、うん、そうだね、わかる、まあ、ディレクターですね、ディレクターで、うん、で、こう監督でやってるわけじゃん、うん、俺にはさ、撮ってるやつが1番なのかと思ってたらさ、うん、別に1番とか2番とかないんだろうけど、うん、監督が撮るわけじゃねえんだな。だから俺、純何してんだろ逆にと思ってた。あれ何してんの？俺はもう構成を組んで、うん、で、自分でやってたら手に負えないわけよ。いろいろ機材とかもでかくなってるから。だから俺はそれをもう全部指示して、あ、こう撮ってこう撮って、そうそう、だからカメラは君で、照明は君でみたいな。あ、そういうことね。ほんと監督よ。そうそうそう。で、編集は自分でやるの？編集は俺がやるね。お前すげえな、なんか。いや、なんかね、成長できてるよね、やっぱり。え、この人は U チャンネルに入ってからさ、うん、まあ、もともと映像はやってたわけじゃん、うん、そうだね、ちょこ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 でもさ、こっちらはさ、もういきなり監督じゃん、うん、どうなの実際？もともと現場やってたけど、アシスタントとかばっかだったから、うん、もう見よう見まねだったの結構。すごいじゃん。
まあまあそうだね。しかも、お前ちょっと最新数持ってるよ。俺の最新数やばいよね。うん、言ってくれ。何ある何ある、まず何ある、まずシャッター。一個ずつ出してもらう、ボーンって。うん、編集で、まあ、現代にかぶせてさ、ボーンって出してもらう。ここでいい、ここでいい。1個目、1個目。まず、純宮さんがシャッター。うん。お前、200万冊ぐらい言ってる。130とか。あ、まあまあ、ごめん。え、すげえですよね。130すげえよ。すげえよ。うん。で、次は。次、なんだっけな。笑えよかな。滑った。はい。ちょい滑り？ちょい滑り。ほんとそれだけ。しかもなんか、ちょうど今2年後ぐらいらしい。うん、出て。あ、そうだね。何言った？いや。で、次が、あれある。あの、アコースティックありますから。いや、違う。その加工名が。アイカギジャンプ。うわ、そうだ！アイカギね。アイカギ。アイカギすごいから。でもまあ、俺はみゆちゃんに頼んだ俺だったな。でも俺さ、みゆちゃん一番可愛く撮れるの俺だと思うんだよね。俺さ、マジ可愛いって思って。でもさ、正直ちょっと分からない。その、もちろん他の MV 監督さんすごいよ。もちろんバンバンザイさんの動画とか見てて、みゆちゃんとかもすごく可愛く見えるけど、あの合鍵のみゆちゃん、激やばくない？可愛いよね。あれ、しょうがいいんじゃない？あれ、自分でもね、結構好きなんだよ、あの MV。しかも、前の家映ってますよ。自分の家をね、自分の家、みゆちゃん呼んで可愛く撮ってますからね。じゃあさ、そのさ、J 監督なわけじゃん。アコースティックでさ、これうまくいったなっていうのは何だ？そうです。これうまくいったな。月ちゃんコラボ。ああ、よかったな。あれは結構頑張ってて、大変だったけど、結構いいの作れたなと思うし、あれよかったね。普段はさ、1カメじゃん。1つのカメラでグーグルやってんじゃん。あれでよかったのは、ピーターパンとか。ああ、そういうことね。あれもよかったね、確かに。なんか初めて回ったんだよ、多分ゆりくんの周り。だいぶ初期じゃない？そうだね、そうだね。俺は、ジェイ、うおっと思ったのが、あの、はるちゃさんのさ、動画さん、まあ大変そうじゃん。なんだけど、その、あの、はるちゃちゃんが途中で出てくるでしょ、一瞬。歌わないのに、ふわって出てくるじゃん。俺、あのふんわり加減、こいつエロいな。わかる。え、まだ歌わないのに、はるちゃん一瞬映るの。チラ見せね。はるちゃんが一瞬映るの。おい、チラ見せはるちゃじゃん。あれはね、やっぱ、しかもあの、アコースティック結構俺的には印象的だったの。向こうが声高いからさ、あ、そうだね、思った記憶があったから結構頑張って撮ったんだけど、あれはすごい印象的だね。あと今日くらいいじゃないかもいいよね。ね、いいね、あれいいよ。なんかああいうね、滑走系はね、結構楽しいんだね。ああ、そう、撮ってて早い系みたいな。あとガリレオとかも結構好きだ。ああ、あれでもね、俺ガリレオ、アダムと行くの、あの日の、あの日で夜っぽい感じだよね。あの2つはやっぱあれ、よかったね。よかった。あれは、あとね、途中からヘアメイク入ってるから。ああ、そうだね。俺の見た目がまともになった。確かに確かに。ひどかったぞ。いや、最初のレオとかもうやばいよね。だって俺鏡見てねえんだもん。でもさ、こうよ、こうパーマかけてるからとか言って、なんかこれでいけるか、これでいけるかって。そうだよ、レオ、レオが一番最初だもんね。ああいうの始めたの、レオ、レオだよ、確か。レオ、水着とかその辺じゃない。今衣装とかもちゃんとやってるもんね。確かに、どんどん大きくなってきちゃったね、指たち。そうだね。でもあれって衣装わざわざこのために買ってるわけじゃないからね。ライブの衣装着なかったやつ、こっちで。ああ、言わない方がよかった。言わない方がよかった。ゆうりチャンネル。あ、ちょっと全然違う話聞いていい？あのさ、ミュージックステーションのさ、昨日あのカメラマンのトヨにやったんだけど、トヨにそのゆうりさんのミュージックステーションの衣装がツイッターで話題になってましたって言って、そうなの？ドラフラーの衣装が高すぎるとか言って、今回ザーザーしてました。言いました。え、一個ですか？衣装ですから、俺の私物じゃないから。衣装買おうとしてんだよね、みんな。これもさ、いくらなのか知らないなと思って、そのフォロワーさんのやつで見たんだけど、30万超えてたぞ。ね、アンダーカバーでしたね。高すぎるよな。さすが。高すぎ。スタイリスト。剣士。でもさ、あのさ、ビーズいっぱい付いてるじゃん。外してる。いや、外してないよ。外れるかどうか確認しただけだよ。ってこと。やば。もう、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 ってした。壊してました。壊してますね。やめろ。焦るだろう、みんな。話、ずれすぎじゃない。俺のさ。今日主役会だったのに。俺の監督の再生数がさ、合計でいくつか出すかって言ってたのにさ。編集者困るよ、これ。じゃあ、合計で上がっていくつ。あとは幸せ。幸せね。あれ、めちゃくちゃいいね。あれ、最高なの。だって、ボスはさ、あの MV 見て、純の最高傑作だなって言ってたね。嬉しかった。あれはすごい良かったね。でもあれはもう、お母さんとお父さんが撮ってくれた素材が強すぎて。確かにね。井上家がね。さ、ああいう動画撮る？あそこまでは撮ってない。撮ってないよ。すげえよな。家族愛っつうの。もう、ライオンキングかと思ったもん、俺。
わかる。ライオンキングってめちゃくちゃ家族愛じゃん。そうなんだ。いや、多分な。俺も見たことない。ムファサは、ムファサでもカメラ持ってるだろ。いや、ムファサは、うん、心のシャッターで刻んでるぜ。ムファサはライオン多分な。親でしょ、シンバ。そう、シンバのお父さん、うん、死んじゃうんだよ、ヌーに踏まれて。あ、そう、うわぁ、スカイで落とされんだよ。話ずれてる。水に行かせてください。まあまあまあ、でもちょっと数字をパッと分かんない。合計の大体これぐらい。いや、分かんないけど、まあ、1000円超えてるけど、アコースティック入れたら絶対超えてる。1000なんて余裕。な、なんなの。奥、奥確かに奥は無理だ。奥は無理だ。だって5億からぐらい行ってんだよ、ゆりチャンネル。あ、でも谷くんのレオがすごいから。確かに。あ、谷くんの WXY か、うん、うん。あと、アイマーミスも1000円いったぞ。あ、したらじゃあワンチャン。アイマーミス1000円いったの、うん。ひろき様、本当に様様でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、だから俺のひろきくんみたいに、うんうん、俺のひろきくん、じゃあ俺から見たひろきくんみたいに、げ、うんくんから見たゆりくんになりたいよね、うん、あー、うん、分かるね。それは確かにね。ひろきくんの昔の話していい？はいはいはい。一瞬またちょっと話ずれるけど、昔さ、俺マジ勘なかったの、うん、聞いた。ひろきくんがさ、焼肉食べ連れてってやるよって感じ。連れてってくれたの。俺マジ勘ないから、ひろきくんにやった、ありがとうと。焼肉食べれんの、うん、焼肉なんて夢のまた夢だったからさ、うん、焼肉行ったらさ、ひろき何も食わないんだよ、食べないのって言ったら、うん、俺も食べてきたんだよと思って、うん、え、俺だけのために焼肉来てくれるんだよ、うん、別に俺も抱かれてもいいと思った。すごっ、かっこよ。普通に嘘だろって。かっこいいな、それ。俺だけもうバカみたいに食ってた、次の日も、次の日まで食わなきゃいけないって思って。間違いないわ、そんなのなかなかできなくね、うん、いや、すごくない？かっこいいな。ひろき後輩でも、うん、ね。でさ、ひろくんがさ、帰りさ、タクシー乗れよって言うんですよ。タクシー呼んでくれたんだよ、うん、で、俺その時タクシー呼んでくれるとかシステム知らないからさ、うん、で、俺タクシー乗んねえんだけどって思って普通に、あの、同じ感じでやめてくれるとか、こういうのが思ってたっけ、うん、その同い年だからさ、うん、で、ただまだやっぱりこう、言わなかったけど、うん、いやいや、俺もうすぐ降りようってひろくん見えなかったら、すぐ降りて500円払って降りようと思ってたの、うん、そしたら、あの、ネット決済。うわ、かっこよ、かっこよ。で、俺、その時千葉住んでたからさ、うん、結構行くでしょ。だからひろきくんに LINE したのよ、うん、俺千葉なんだけどっつって、うん、渋谷に始発待とうと思って、うん、待とうと思ったんだけど、うん、ひろきくんが、いや千葉まで乗れよみたいな感じ。お、かっこよ。もうめちゃくちゃ千葉まで乗ってった。めちゃくちゃね、一生忘れねえよこれ、うん、あと服屋、うん、一回連れてってもらって、うん、俺その時さ、毎日同じ服着てたんだよね、うん、そしたらなんかさ、その服を選ぶのを付き合ってって言われたの、うん、まあ、行ったらさ、ゆりゆりなこれ、あ、これ似合うぞみたいな、うん、買ってくれるんだよね。かっこいいなと思って、だからそれやろうかなと思ってんだけど、うん、やっぱ先輩に憧れてるから俺、うん、できないね。それ持ってるもんだって。いや、もっと持ってないからね、その時の俺。じゃあ捨てようかな。お金捨てようかな。ゆりくんも同じでしょ。うん、同じじゃん。ゆりチャンネル。げんくん、MV 撮影の時、めちゃくちゃ緊張してたんだね。してたね。俺がパッて出た時、げんくん俺見て、うん、本当に一瞬で目を背けてる。見たくなかったのかな。ゲン君がさ、うん、今回の MV でさ、うん、ダンスみたいにやってんだけど、うん、あの、我が先生、はい、あの、森みなみちゃん、はいはいはい、そうだ、うん、そう、そうだね、森先生ね、森先生がさ、あの、みなみちゃんが来てくれて、うん、ゲン君に動き指導してたんだけど、うん、まあ俺もちょっとやってみたいなと思って、うん、みなみちゃんにちょっと教えてよって言ったら、うん、ゆりさん無理だから今日は静かにしてて本当にぶっ飛ばしちゃう。あの、嘘つきね、うん、大富豪の嘘つき女だね。え、その話、え、一旦してしようか。その話しなかったっけ、なんかの動画で。してないじゃん。してないっけ。みなみちゃん、そもそも、うん、テレビ局でよく会うの、うん、そのダンスの先生をさ、いろんなグループでやってるから、うん、そこで出会ったりするんだけど、うん、そのみなみちゃんの先輩とかにも会うのよね、うん、で、そのテレビの前々日ぐらいに、みなみちゃんと純もいたよね、うん、で、大富豪しててさ、うん、そのみなみちゃんが大貧民、俺が大富豪だったのね、うん、で、2枚もらうじゃん、うん、そのみなみちゃん俺に1、2枚くれたんだよね、うん、俺すっごい覚えてるもん、うん、あ、これ1、2枚なんだっつって、うん、まあいいやと思ってこれやってたの、うん、そしたらみなみちゃん、俺が1出したら2出したんだよ。俺が一番、お前からもらって一番強いカード1出して、なんで大貧民の前が2出すねって、俺、普通に最初、意味わかんないじゃんっつったら、そしたらみなみちゃんが、別にいいじゃんとか、え、よくねえじゃんなんかあいつ1と2とジョーカーの中の、中だったらどれ選んでもいいと思ってたんで、それさ、どれ選んでもいいだったらみんな1選んでもいいよって、せこいな。で、まあ、まあ、まあ、1万だからいいけどさとか言って、その後1出したら、2出したの。2回目。だから俺もし引いて、普通に、お前、やばみたいな。そしたらなんかその、
テレビ局でさ、エレベーターでさ、いつも南がお世話になってますって言われて、うん、いや、お世話してませんよって言ったらね、うん、その、南ちゃんの先輩なのかな、先輩のダンサーさんから、うん、ダンサーさんから言われて、で、俺もそっそり言ったもんね、うん、あの、お宅の、あの、南さん、うん、めっちゃ汚いもんないですよって、嘘つき女ですよ、嘘つき大富豪で2位持ってんのに1を足してくるんですよ、結構ヤバいですよちゃんと教育よろしくお願いしますって、まあ一盛り上がりしたわけもう怒ってきますとか言ってっていう話それをいろんな各所で言いまくってる、みなみちゃんの周りにこついてる悪いよねで、みなみちゃん言ったら、うん、そしたら謝ったじゃんとか言ってみなみちゃんもちょっと思ってなんでだよまあまあまあそんな感じで、まあ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 、そのみなみさんがね、はい、あの元気にダンスを教えるよ、でもねセンスありそうだったね、いやめっちゃ良かったよ、うん、俺元君のダンスね、ダンスのセンスとか分かんないけど、うん、ぶっちゃけいいのかとかも分かんないけど、うん、なんか様になってた、うん、MV がすごい様になってたから、いやめっちゃ良かった、本当に俺にはできねえなと思って、うん、だからね皆さんにもねぜひねミュージックビデオを見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、それが明日公開、明日公開します、うん、あの本当に皆さん、うん、あのまばたき一回もせずに、うん、見ていただけたらすごく嬉しいなと思いますので、あのよろしくお願いします、お願いします、そしてサブスクがあと5時間後出るので、はい、皆さんぜひぜひぜひ、はい、聞いてください、よろしくお願いします、そんな感じで、はい、今日の動画は終わりたいと思います、話がずれてすみませんでした、チャンネル登録とグッドはお忘れなく、皆さんまた明日、また明日。チャンネル登録お願いします。